ビスカヤアレナは、スペインバスク州ビスカヤ県のビルバオ都市圏にある、屋内アリーナ、ビルバオエキシビションセンターの一部であり、2004年に完成した。スペイン最大の多目的ホールであり、最高で2万6000人を収容することができる。スポーツ工業の大半では最高収容人数が1万8640人となる。バスケットボールの試合が開催されることが多く、 バスケットボールでは最高収容人数が15,414人となる。バスク州ビスカヤ県ビルバオを本拠地とする CB、ビルバオベリーは長らくパベリオンムニシパルデデポルテスラ、カシーリャをホームアリーナとしていたが、ラ・カシーリャは1967年に完成した古い体育館であり、バスケットボールの試合時の最大収容人数は5,440人でしかなかった。 2004年11月にビルバオ都市圏のバラカルドに最大収容人数15,414人のビスカヤアレナが完成するとビルバオベリーは2007から08シーズンと2008から09シーズンの一部のホームゲームをビスカヤアレナで開催し2009から10シーズンにはビスカヤアレナを単独のホームアリーナとした2009から10シーズンのコパデルレイではファイナル8が ビスカヤア,アレナで開催されている。2010から11シーズンにはビルバオ市街地中心部にビルバオアレナが完成したため、2010年にはビルバオベリーはホームアリーナをビスカヤア,アレナからビルバオアレナに移し、大半のホームゲームをビルバオアレナで行っている。ビルバオアレナはビスカヤア,アレナより観客収容人数が少なくバスケットボールの試合開催時の 最大収容人数が1114人であるため、多くの観客が見込めるレアルマドリード戦、FC バルセロナ戦、サスキバスコニア戦、3、セバスティアン・ギプスコア・ BC 戦の4試合は、ビスカヤ・アレナを使用している。サスキバスコニア戦では、リーガ・アッコブ史上最高記録の観客数15,414人を記録したことがある。 2013年10月6日には NBA のフィラデルフィアセブンティシクサーズとビルバ・オベリーのプレシーズンマッチが開催され13,583人の観客を集めた。2014年8月から9月にスペインで開催された2014年フィババスケットボールワールドカップではパラシオでデポルテス、パラウサンジョルディ、パラシオムニシパルでデ,デポルテスサンパブロ、 パラシオ・ムニシパル・デ・デ・ポルテス・デ・グラナダ、グラン・カナリア・アレナのアリーナと共に6つの会場の一つとなった。アメリカ代表やトルコ代表を含むグループ C の15試合が行われ、9月4日には、ウクライナ代表対アメリカ代表の試合は、アリーナ記録の15,483人の観客数を記録した。国際的なポップ、ロックミュージシャンのコンサートが行われることがある。 オペラ、ディズニー・オン・アイス、政治的イベント、宗教的イベントが開催されたこともある。ありがとうございます。